お待たせしました。時間になりました。えー、本日は、コロナ禍で中断しておりました、雇用問題研究会の再開第1弾目であります。でゲストは、日本最大の通信企業グループ、NTT の執行役員で、総務部門長をお務めの山本京子さんをお迎えしました。今日はどうぞ山本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますえー、あの、この雇用問題研究会、あの、 今ほどその働き方や雇用が大きく変わりつつあるときはないのではないかという問題意識で今まであの同一労働同一賃金、それから日本型雇用といったあの鉄板の論点について取り上げてきたわけですけども、今回はこういう鉄板のところからもう大きく変わるのかという感じですね。NTT が衝撃の取り組みを始めたと。 先月から主要グループ企業の社員のおよそ半数、約3万人を原則在宅勤務とする改革を始めたと。出社の場合は出張扱いにすると。もう勤務場所は社員の自宅であると。そしてそれと合わせて、そのジョブ型の導入も拡大をすると。こうなりますと、これからじゃあ、転勤はどうなるのか、それからあの定期移動どうなるのか、それから 全体のその人事構成どうなるのか、あの、もう多くの企業がですね、今この NTT の改革の行方をもう、お片唾をのんで見守っているというか、さ大きな注目をが集まっているわけですね。今後の日本の働き方が大きく変わる、その、ここが転換点になるか可能性すらあると。 いいう話だと思いますでそういう問題意識で今日はその人事制度改革をこれまでずっと断行してこられた山本さんにぜひいろいろお伺いしたいということでお越しいただきました。で山本さんはですね、えー、およそ20年前、えー、NTT コミュニケーションズで、えー、他社に先駆けてリモートワークの制度を導入し また、直近5年間は、人事部省として働き方改革を手掛けてこられました。もう、本当に、このリモートワークについては、もうその草分け取り組みの、その草分け的な取り組みをされてこられているということだと思います。これから、まず1時間ほど、山本さんにお話をお伺いして、その後、30分、質疑応答に行きたいと思います。で今日もあのリモートでーお聞きになって。 いらっしゃる方ご覧になってらっしゃる方いらっしゃる,らおられると思いますがいつも通りあの質問はあのズームの下の画面にあります、えー、Q&A のところで、えー、テキスト入力をどうぞおよろしくお願いします、えー、本日の司会進行は NHK 解説委員でトークラブ企画委員のお武田が担当させて、えー、いただきます、えー、それではどうぞ山本さんよろしくお願いしますいい えー、非常に緊張しております。えー、NTT の山本と申します。今日はもう本当にこのような場で、あの、こんな素敵な、あの、すごい重圧なんですけど、あの、はい、鈍調を背負ってお話をさせていただくことにとても、あの、感謝しております。こういう機会を頂戴しまして、本当にどうもありがとうございます。では、あの、今日ですね、本当にまだ全然、あの、 まあ、駆け出しの取り組みのところもありますけれども、NTT グループでチャレンジをしようとしていることについて、えー、共有をさせていただければと思います。では、スライドを使いながら、えー、ご説明をさせていただきます。えー、っとさ、最初にですね、少しだけあの私自身の、えー、自己紹介をもう少しさせていただいてもよろしいですか。 えー、私1999年にあの一社の頃の NTT に入社をいたしましたちょうどなので30年経ちます、えー、最初はあのコールセンターのオペレーターとして、まあ、キャリアをスタートしましたけれども、えー、この30年のうち大体いいこの人事とか労務とかの分野が半分ぐらいでそれ以外があの法人向けの営業ですとか営業系の企画の仕事をしてまいりました 先ほどご紹介いただきましたように、2000年からコミュニケーションズにおりまして、NTT コミュニケーションズの e、まあ、ワークという在宅勤務の制度を、当時の IBM さんがあのやはり先駆けて導入をされてた在宅勤務制度をトライアルで開始をさせていただきましたのが2002年のことでございます。でそこからあの、まあ 人事系の分野とあのビジネスの業務を行ったり来たりしながら、えー、2017年から NTT コミュニケーションズの、えー、ヒューマンリソース部長あのいわゆる人事部長を5年間やらせていただきましたそこで、ねあのーまあ、タレントマネジメントみたいなことから、えー、ワークスタイル変革なども、えー、やらせていただいてきております でこの6月から、持ち株会社であります、えー、日本電信電話株式会社の方にあに移動しております。そのう所掌がちょっと広くてですね、総務ですとか人事、それからサステナビリティの分野、そしてホームとかビジネスリスクマネジメントなどを現在担当しております。はいえー、では、えー、ちょっと戻らせていただきます。ではグループについてあのもうご存知のことも 多いかと思いますけれども、少し紹介をさせてください。この中からセグメントを少し見直しをいたしまして、えー、NTT ドコモをはじめとする、あのー、総合 ICT 事業のグループ、そして NTT 東日本、西日本によります地域通信事業、それから NTT データですとか NTT リミテッドという、あのー、グローバルを含めたソリューション事業。 そしてそれ以外の不動産とかエネルギーの分野というこういう、えー、事業ポートフォリオになっておりまして、えー、連結の営業収益、えー、昨年度12兆1564億円の規模になってございます。えー、事業員数33万3850人ということで、えー、こちらですね、あの本当に巨大なあの企業グループなんですけれども。えーま これはちょっと参考なので歴史を書かせていただいてますがあの説明はちょっと割愛させていただきますね。えー、再編の時に、まあ、会社が分割をした時22万人ぐらいの従業員数だったんですけれども国内の従業員数若干減る傾向にございまして、えー、2000年代の後半から、えー、NTT データなどによります海外の の事業拡大のための M&A を重ねてまいりました結果、今三十三万人のうち海外にいる従業員が十四万人、国内が十九万人というそういう構成になっております。まあ四対六ぐらいの割合の人口性でございます。はい、でもう少し NTT グループの、えー、ビジョンについて共有させてください。えー、こちら目指す姿。 NTT グループは人材を中核に、えー、添えておりまして求められる能力としてサービスの能力それから技術テクニカルのエクスパティーズそしてインテリジェンスというのを強めていこうというふうに、えー、掲げておりますそしてシェアードバリューとして NTT の、まあ、DNA 的なものですけれども コネクト、つなぐということと、トラスト、信頼、そして政治というインテグリティ、この3つを掲げております。現在、約90カ国の国と地域で、この33万人の社員が働いているわけですけれども、このシェアードバリュー、あるいは目指す姿を共有しながら、お客様、それから株主の皆様、地域の皆様、そして社員の皆さんご自身、 などあらゆるステークホルダーの皆さんにとって、まあ、価値ある存在として、まあ、新たな NTT に変革を加速してユアバリューパートナー選ばれ続けるユアバリューパートナーを目指していこうということを掲げておりますえ実は昨年9月に NTT グループこういうふうに変わっていこうじゃないかという変革の方向性を打ち出させていただいております背景としては まあ、コロナの感染拡大がありましたウィズ・アフター・コロナの環境変化に加えまして、えー、地球環境と共生をし誰もが幸せに過ごせるこのウェルビーング社会の実現に向けてこう企業として責任ある対応をしていくことを求められているなということが強く感じられてきましたので NTT グループの方向性として 分散型ネットワーク社会に対応した新たな経営スタイルを目指していこうという柱と、あと、環境負荷の削減も含めて、ESG への取り組みによって企業価値を向上していこう、それによって持続的な社会、日本全体、それから世界の持続的な社会に実現に貢献をしていこうと、そういう方向感を打ち出しをしてまいりました。 この新たな経営スタイル、もう少し、えー、触れさせていただきたいと思うんですけれどもマフターコロナの時代を見据えまして私たちはさまざまな業務変革や DX を推進することが一つともう一つあ,のあらゆる既存の制度を見直して環境の整備もし直すことでリモートワークを基本とする新たな経営スタイルへの変革を図っていこうというのが えーまあ、この中身でございます、まあ、リモートワークを推進することで社員の皆さんのワークインライフの推進、ね、これを実現していこうということに加えて私たちが変革をすることでお客様の DX にもお役立ちをし地域創生にもお役立ちをしそして我々自身のそして日本社会のレジリエンスの向上に貢献をし 分散型社会に貢献していこうとそういうこととそいここを掲げておりますこの新たな経営スタイル具体的な取り組みは結構10項目って細かいんですけれどもテーマに分かれてます業務変革で言えばクラウドベースのシステムゼロトラストに対応したシステムに変えていくですとか自動化していこうとか紙もなくしていこうねとかそういうことに始まり まして、えーまあ、制度の目指しで言えば、えー、外部人材をもっと活用していこうとか女性もサポートしていこうとかジョブ型の人事制度に変えていこうこんなこともありますし食事を近接を目指していこうですとか、えー、本社組織を地域に分散していこうじゃないかとか、まあ、そういった中身 がこの新たな経営スタイルへの変革としてこれ去年打ち出しをさせていただいたものでございます。今日はですねこれらのテーマのうち人事の領域に関わるものについて少し具体的にご案内をさせていただこうと思います。3つの方針、それから6つのテーマについてご紹介をさせていただければと思います。 1>, 1つ目、この事業の成長を支えるプロフェッショナル人材の確保育成。ここでは、管理職に導入しましたジョブ型の人事制度について、そして一般社員の皆さんの専門性を高める仕組みへの制度見直し、それから多様性の確保というテーマで、女性の管理者や役員登用の推進ですとか、 えー、育児と仕事の両立支援の仕組みそして最後にリモートワークを基本とする働き方というテーマの中でワークスタイル変革全般とそして最後にリモートスタンダード制度、まあ、この7月に導入しましたリモートスタンダード制度についてご説明をさせていただこうと思います、えー、まず1つ目ですけれども管理職へのジョブ型人事制度の導入について ご説明させていただきますまずなぜジョブ型かというところから少し頭を整理をしてお伝えしたいなと思います、まあ、背景としてはブルカの時代と言われます、えー、先が見通せない変化の激しい時代にありますとりわけ私たち NTT グループは業界を超えたプレイヤーによるグローバルな競争にさらされていますしデジタル化 のそんな中で事業構造の転換そして新たな価値の創造ということがやはり強く求められるということで、えー、戦略経営戦略と人事をより連動性を高めていく必要があるんじゃないかまあこういったことが導入のあの根、ー、底にございます。えー、要はですねあのー 適適適適材材所所から適所適材へつまり、まあ、これまでのように人に合わせて役割や仕事を、えー、アサインしていくのではなく適所適材まず戦略実現に必要な役割とか仕事を設計をして、まあ、それを定義をしてそれに適する人材を社内からだけではなくて社外からも 引っ張ってこようと、そういう仕組みへの転換ですね、それから年次、年功から脱却をして、実力主義でやっていこうじゃないかということ、さらには、えー、報酬は会社の業績とか個人の業績とより連動する仕組みにし,していこうと、そういうことで、えー、いわゆるジョブ型を軸とした仕組みへの転換を。 実施をしてきたというわけですまあ雇用は守っていますので、えー、日本的なジョブ型といった方がいいかもしれませんけれども、えー、導入の目的は、まあ、端的に見ますと会社の視点で言えば、まあ、戦略の実行力を高めるためと言っていいだろうというふうに思います。で社員の視点から見れば、えー、ジョブ型によって年次年齢にかかわらず 機会を得られるということでチャレンジ機会が拡大するんだということを目的に据えております。はい、昨年10月にあのこちらの制度に見直しをしたんですけれどもえ概要をお話をいたしますまずジョブグレード制の導入による年次とか年齢に関わらない適所適材の配置です。 これは経営戦略とか事業戦略の重要性とより連動をして、ジョブを定義をし、グレーディングをしていくということから始まりまして、そこに求められる役割職務に最適な人材を配置していくこと、そして中途採用を活性化し、ダイバーシティも推進をしていく。い、えー、いては管理職の皆さんにも、えー、マインドセットを変えるということを求め。 いますえー、自分のキャリアは自分で築いていくんだという意識を持っていただき、まあ、チャレンジ意欲も持っていただきたいというメッセージですね。でもう一つはですねこのジョブグレード性と合わせまして、えー、会社の業績と個人の報酬がより強く連動する仕組みに見直しを行いました。特ににボーナスはは、ね、会社の業績と連動する仕組み具体的には 営業収益とか営業利益の目標の達成度、あるいは対前年の改善度があの主になるんですけれども、そういった KPI の達成度と連動してボーナスの総減しを決めていこうという、そういう、えー、仕組みへの転換でございます。はい、ジョブグレード制の概要がこちらになります。 とジョブグレード制度を対比させて書かせていただいてます、えー、まず社員資格制度以前の制度はですね職務の遂行能力に応じて社員資格が決まりそれにより給与が決定されるという仕組みでした、まあ、要は昇格する社員資格が上がるということで給与が上がる仕組みですで昇格するには一定のまあ年数が必要だ という決めもありましたので、えー、例えば一番早く昇格する人でも今年は何年入社の人みたいなことが決まっていて、えー、それを追い越すことができない仕組みだったんですね。また年齢的なものも考慮をされてましてまあ何年入社の人は今年が昇格のラストチャンスだよねみたいなそんなことも、えー 人事の運用ルールーととししてはあったたいう世界でした要は年次主義年功序列という要素が色濃く残っている仕組みが今までの仕組みです一方ジョブ型ジョブグレード制は、えー、どのポストにつくかで、えー、給与は決まる仕組みですそしてポストへの配置はそれまでの実績を踏まえて最適な人が アサインされるという発想なので何年入社の人とか、えー、何歳の人みたいな条件が入らない世界です。まあ、抜擢もあればポストから外れて処遇が下がるということもある仕組みですね、はいで。こちらはジョブグレードの基準ですけれどもグレードを決めるにあたって、えー、事業戦略上の重要性と リンクをさせてて決めています、まあ位置づけまあ、戦略上の位置づけとか職務の重さによって全部で6段階のジョブグレードがございますで特にあの戦略上収益の費用に直接貢献するポストですとかあるいは変革を推進していくポストなどを高めのグレードに設定をしてきています。 また新規事業などのポストも明示的に高いグレードにしてそれによって会社の期待を表しまた期待する役割にモチベーションを持ってコミットしてやっていただくというようなそういう運用をしております。はい、こちらはの評価制度の見直しです。あの まあ月齢のお給料はまあジョブグレードで決まっていくんですけれども、ボーナスは個人の評価も反映されますえ。会社業績も反映されるんですけれども、個人の評価も反映される仕組みに見直してまして、要は会社の業績が伸びて、えかつその伸びに貢献した個人が一番報われるという、まあ、ボーナスでは一番報われるという、そういう仕組みに、えー、してきております。 はいえー、こちら昨年の10月に主要事業会社で、えー、ジョブグレード制導入をしまして現在、えー、主要グループ会社で1万2千人の、えー、管理職の方がこのジョブ型ジョブグレード制のもと仕事をしていただいています、まあ、導入にあったり、まあ、導入してまだ1年も経ってないのですけれども、まあ、人事として まだまだこうチャレンジだなと感じていることもいろいろあるのでそれもちょっとあの私が感じているチャレンジなところを少しお話をさせていただきたいと思います。主に2点大きなチャレンジがあるかなと思ってまして、まあ、こちら先ほどジョブグレード制って以前の仕組みとこういうふうに違うんですよというお話をしましたけれども、えーまあ、人事としてのチャレンジは一つ目は戦略とこの ジョブグレードをもうよりダイナミックに連動させていくことが今後のやっぱりもっとやっていかなきゃいけないと思っているチャレンジですまあ、ジョブ型の世界って本当戦略からスタートして次にそれを実行する体制最後にそれに適する人なアサインってそういう順番になっていくのでま戦略が変わればジョブグレードも変わっていくあるいはジョブポストの数も変わっていくそんなのがもまあ、理想とする世界なんですね まだまだそこまで行けてないと思っておりましてより今後戦略上重要なところにより効果的に差をつけていくみたいなことをダイナミックに運用していくというのが、まあ、我々私としてのチャレンジかなと思っています。もう一つのチャレンジは、えー、人のアサインに関わるところですね。えー、実力主義で実力を備えた人で、えー、もう年次とか 年齢とか関係なくアサインしていく仕組みなんですけれどもなので抜擢もあればダウングレード降、まあ、格降職みたいなこともある仕組みですねで抜擢はすごくもメッセージ性が高いですあの抜擢された人のモチベーションすごい上がるんですけれども一方でダウングレードは、まあ、これまでそういうことに慣れてない人たちですので、えー、なかなか受け入れがたいというのも あのやっぱり事実です。あのそういう意味では人事をする側もご本人も上司もマインドセットをもっと変えていかなきゃいけないと思っています。えー、人事自身もこれから手あげ制の人事人材配置みたいなことを多くしていきたいと思っていて、今もあの一部では導入してますけれども、やっぱりポストを明示をしてやる気のある人、我こそはと思う人。 に手を挙げていただいて、えー、そういう人に機会を、えー、作っていくそんな人事の仕組みももっと広げていきたいと思っています。なので一回下がってもまた上がるチャンスがあるあるいは自分が手を挙げることによって、えー、高いチャレンジができるそんな仕組みをもっと大胆に柔軟に運用をしていきたいなと思っています。この辺はまだ本当に手探りですけれども ジョブ型のメリットをいかに生かし、事業の成長につなげていくかというのを試行錯誤をやってしながらやらせていただいているという、そんな状況です。では、続きまして、今度はあの管理職になる前の一般社員の方を対象とした制度の見直しのお話です。 え先に言ってしまうと、一般社員の制度はジョブ型ではありませんあの。専門性を重視した社員資格制度、いわゆるメンバーシップ型を維持しています、えー。なぜ一般社員はジョブ型じゃないのかというのは、ちょっと後ほど補足をさせていただきますので、まずポイントを説明をさせてください。こちらがあの見直しの中身にです。実はまだ 労働組合と最終整理中ですのであの、オフィシャルなアナウンス前だということをちょっとご了承いただきたいのですが、はい、あの見直しのポイント、主に3点あります。1つは、まあ、社員の皆さんに市場で通用する専門性を身につけていただける、身につけていただきたいという仕組みの導入です。まあ、市場に着目した専門分野を創設をしまして、 専門性の獲得、まあ、専門性が上がり、それを発揮する度合いに応じて昇格とか昇級をしていこうという仕組みです。えー、ですので、人事もですね、ジェネラリストをこう育てていくような人材配置ではなくて、えー、専門性を高める配置への転換をしていこうと思っていますで。こちらも社員の皆さんが望む分野でキャリアを自立して描き、 で社員の皆さんが成長し、専門性を高めるための支援を人事としては強化をしていきたいというふうに思っています。で、2点目は、あの専門性が高い社員とか、中途採用で来ていただく社員の皆さんには、えー、専門性がより高ければ高い処遇で報いる、そういうことが可能な仕組みを導入しようということに転換をしております。 展開しようと思っています、えー、昇格の時に今までは最低何年この資格にこの給に在給してくださいというこの最短在給年数というのがあったんですけれどもそれを廃止をしますですのでスピーディーな昇格や昇給も可能になりますここはなののでで年功からの脱却ですそして特に専門性が高い社員を管理職の 波のそぐにもできるように新たにスペシャリストコースみたいなことも作ります。はい、で3点目として評価もあのより納得性、構成性を上げていこうとか、えー、シンプルにしていこうとかそういうことを、えー、見直していく予定です。えー、こちらが専門分野でこれ NTT グループ 共通で同じ仕組みをどんと入れていきますので、えー、結構横に広い、まあ、18の専門分野がございます、えー、でもこの専門分野を決めるにあたってはですね一般の、まあ、転職市場も参考にさせていただいて一般的に通用する専門分野の区切り方にしています、えー、社員の皆さんには、まあ、こう専門性を意識する要は自分の 専門性が市場で通用することをより意識をしていただきたいですしそういう意味ではエンプロイアビリティご自身のエンプロイアビリティにも着目していただきたいというメッセージを込めておりますあと中途採用も採用しやすくするという意図もありましてこういう仕組みにしています各専門分野ごとにグレードが6段階 に分かれています、えー、さらに専門性が高い方向けのスペシャリストグレードというこれ SG というのはスペシャリストグレードの略なんですけども、えー、これを2段階設定をしています。はい、で新卒採用であっても、まあ、順番に下からあの1個ずつ上がっていくという感じではない世界を想定してまして、えー、必ず6グレード6からスタートする。 わけではなないいいい仕組みにしててきたいなと思っています、えー、最初は限定的な応用になるかもしれませんけれども特に専門的なスキルが高い、まあ、あのデータサイエンティストですとかはもう大学でかなり専門的なスキルを見つけてらっしゃる方もいますので、えー、そういう方は例えばグレード4からスタートしようとかそういうことが可能な仕組みにしております。 また最低何年はこのグレードにないといけないというルールをなくしますのでその専門性と実力の発揮次第でグレードが上がっていくそんな昇格の運用に変えていきます来年の4月からこの仕組みに切り替えていく予定ですなので新卒入社、まあ、新卒一括採用というのをまだ NTT グループでは7割ぐらいまだ新卒一括採用に頼っているんですね。中途採用は全体の採用のまだ3割ぐらいしかありません。それも3割に拡大してきたところなんですけど、まあ、新卒で入ったからといって、入った順番で今後は上がっていくわけじゃないっていう、まあ、そういう世界になりますということです。はいで じゃあ、グレードが上がる、要は昇格をするときにはどういう要素で判断をしていくのかというのをお示ししたのがこちらになります。まあ、あの業績の評価、それから行動面の評価以外に、この専門性という要素を新設をいたします、えー。これによって昇格とか昇級が決まっていく仕組みになります。で専門分野ごごと、とグレードごとに 評価の基準をあのを明文化していますでそのこの評価の基準に基づいて、えー、社員の皆さんと上司とで目線合わせを行って目標を設定をし、えー、その目標に対する業績の達成度を重視をして評価をしていただきそして専門性判定 もう社員資格あ社外の資格客観的な資格とかですねそういうのを絶対的に評価をする仕組みに転換をしていきたいと思っています。はいえーまあ、管理職も含めた、えー、全体像がこちらになります。一般社員はの、えー、の専専門門分分分野野に分かれて、えー、専門分野別の 職能制度いわゆるメンバーシップ型で、えー、専門性を発揮をして、えー、活躍していくそういうことを期待される、えー、制度になっています。でマネージャーになるとジョブ型になりまして、えー、ジョブに応じて要はあのー、会社の戦略と連動した 役割職務に応じてグレーディングがありそこにアサインされることによって給与が上がっていくそんな仕組みです一方でスペシャリティを極めたい方については管理職相当の処遇を、えー、得られる仕組みを用意してましてこれがスペシャリストグレードの1と2なんですけれどもさらに個別の決定でマーケット水準でスペシャリストを採用していく みたいなことも、えー、すでに仕組みとしてございますので、えー、そういう意味ではスペシャリストを目指す方にも活躍をいただきやすい仕組みに転換をしていきたいと思っています。えー、では、あのなんで一般社員はジョブ型じゃないのかっていうそこなんですけれども、えー、我々としてはマネージャーになるまでは専門性を高めて、やっぱ成長してもらいたい期間。 な,んですね、なので、つくジョブによって給与が決まる仕組みよりは、専門性を高めることによって、その実力を発揮する度合いで、給与が上がっていく方が、社員の皆さんにとってもやる気が出るでしょうし、会社としては、その成長に対する支援の方に重点を置きたいと、そういうふうに考えて、えー、一般社員はジョブ型にしていません。 あのまあ、現実、先ほど申し上げましたように採用の6、7割はまだあの新卒一括採用に頼っているということもありますので、えー、まずは専門性を身につけて頑張っていただこうというそういうことですね、はい。で、この段階では成長のための投資を惜しまわないという会社の姿勢は明確にしつつ、えー、社員の皆さんの成長が、えー、事業につながっていくように、えー、この仕組みを運用をしていきたいと思っています。 はいまあ、来年4月に、えー、一般社員の方は切り替わる予定をしておりますけれども、まあ、メンバーシップ型とはいえ、実力主義で年功ではなくなりますので、えー、その点だけはあの管理職のジョブ型と、まあ、共通している思想かなと思っております、はいえー、ここまでが、あのーまあ、人事制度のお話でした。 え次に少し多様性のダイバーシティのお話にあの移らせていただきたいと思います。えー、昨年ですね、NTT グループサステナビリティ検証というのをあの作りました。以前、CSR 検証と言っていたんですけれども、より広い概念として SDGs とか、まあ、CSV の概念も包含した、まあ、グローバル 水準のの内容にアップデートしたものがこのサステテナビリティ検証です、えー、この基本理念セルフ・アズ・ウィーというんですけども英語としてはちょっとキーな感じはするんですがあの我々としての私という概念で、えー、私という存在は人とか物とかテクノロジーを含めていろんなあらゆる存在とつながっていてその中で支えられてるっていう意識なんです。 なので自分だけではなくて他の幸せも同時に実現するような利他的な思思想想がこののセルフアズウィーの基本さまざまな施策を展開してこう企業としての成長だけじゃなくて社会課題の解決も同時に実現をしていき社会に貢献していきたいそんなあの利他的精神を反映したこの基本理念、うん、セルフ・アズ・ウィーになっています。 まあこの基本理念のもと3つのテーマを設定していてそのうちのダイバーシティインクルージョンは1つの大きなテーマになっています、えー、細かいご説明は割愛させていただきますが3つのテーマに対して9つのチャレンジと、えー、30のアクティビティというのを設定をしています今日はそそのののの中の2つあの、まあ、女性の活躍の推進とそれから 仕事と育児、介護の両立支援の仕組みについて、えー、触れさせていただきたいと思います、うんえー。女性のまず活躍支援のところ、一つ目はですね女性の管理者と役員登用について、えー、ご説明をさせていただければと思います。NTT グループでは、まあ、意思決定の場に多様な意見、多様な視点を取り入れ,て取り入れるということで、2025年度までに、 女性の役員比率を25から30%にしていこうという目標を新たに掲げました。えー、現在17.7%のところまで来ています。で、実はここだけ設定をしてもなかなか候補者というかパイプラインが形成していかれないとあの長続きしませんので。 新任の管理職の登用比率も30%に上げていこうということで、えー、宣言をして取り組みを始めていますまだ30%には届いていないんですけれどもこれを続けることで25年度には女性の管理者比率を15%まで持っていこうというふうにしています、まあ、今まだ8.7%ですので、えー、結構なチャレンジだと思っています そのために、あの女性の能力開発やキャリア形成の支援の取り組みを充実をさせております。まあ、より多くの女性社員が指導的な立場やとか、経営の意思決定の場に参画できるように、あの育成の取り組みを強化しています。ntt ユニバースティで、まあ、経営幹部候補の育成の中にも女性をあの30%入れて育成をの仕組みを作っておりますし。 あのヒューマンネットワークをいろんな階層で強化をして、えー、女性のネットワークの中でメンタリングを強化したり、えー、そして外部の方に協力をいただいてキャリア開発研修をやったりというのことをやっていますまた周囲の方のマインドセットを変えるということも非常に重要ですあのですのでアンコンシャスバイアス研修みたいなことも、えー、徐々に広げていっているところです、まあ、これらの 女性のキャリア牽制に向けた支援だけではなくて実はリモートワークをはじめとした働き方の柔軟性を高めるということも女性の活躍支援を後押しすることにつながっていると考えます。まあ、これはかなりあの主観が入ってますけれどもあの長年人事と労務に携わってきた立場から言うと日本のジェンダーダイバーシティを妨げる背景にはやっぱり日本の仕事観が。 あるんじゃなないいかなと思っています、えー、働いた時間にまだ応じて給与が払われる仕組みです。まあ、労基法がそこをかっもうきっちり守っていますので、えーまあ、労働時間の対価として給与が払われるというのがベースにあるということと、まあ、人に仕事が割り振られる俗人的な仕事に頼ってるみたいな仕事のやり方とかそして何よりも長時間労働ですね。ここがやっぱりあの 背景ととしててあるかなと思っいます、まあ、長い時間結局顔合わせて働いている社員が頑張っているっていう意識が当然生まれるでしょうしそれが評価のベースとなりがちだと思います。でこういう仕事観の中ではやっぱり育児とか介護とかで時間や場所の制約を受けやすいのはどちらかといえばやっぱり女性の方なので女性は活躍しづらいというのはどうしてもあると思いますし。 またこういう仕事を長時間労働、えー、同じ場所でやっぱり長時間上司と一緒にいて働くみたいなことを求められるとやっぱ私には無理みたいに思ってしまう女性の社員の皆さんもやっぱり依然としてたくさんいらっしゃるというふうに思っていますですのであの働く時間と場所の柔軟性を高めるっていうのはあの、まあ、女性の活躍支援活躍機会を後押しする、まあ、本当に有効な 手段の一つだといいううふうに思っています、えー、実際に例えばこれはエニティコミュニケーションズの例ですけれども、えー、リモートワークに加えてコアタイムがないフレックスタイム制それから分断勤務みたいなことをあの積極的に活用するようになってから育児の短時間勤務をしていた人が半減したんですね。要はこれれままででで通勤で時間を取られてしまうので 4時間とか5時間の勤務体系に一時的に移行しなきゃいけなかった人たちがリモートでスーパーフレックスで分断もしながら働けることによってフルタイムに復帰できるんでですねでフルタイムで働けるようになったっていうことは本当にあの女性が活躍を思い切ってできる、まあ、ベースが整うということにもなりますので女性活躍の機会が広がった広がることにつながってるんじゃないかなと思います。 リモートワークで実は働く社員の皆さんの意識の変化というのはあのやっぱり確実に変化が見えてきてまして、まあ、これは NTT グループで実施しているあの満足度調査の結果3カ年男女別に並べたものなんですけれども、まあ、従業員の満足度はリモートワークを中心に働くことを打ち出してからやっぱり上がってるんですね。 で特に働きやすさに関する項目、まあ、効率的な働き方ができるということも含めてあの大幅に上昇をしましたで。男女別で見ると、やっぱり女性の満足度があの極めて上がっています。えー、とこちらはですねあの4月に日経ビジネスさんに紹介をいただいた記事なんですけれども、まあ、パートナーの転勤で単身赴任をさせることもなく、逆に自分が。 あの仕事を諦めることもなくパートナーと一緒に転,、まあ、転居をして自分はリモートワークをしたいに働くことで自分のキャリアも家族も諦めなくて済んだという女性社員の,あのエピソードなんですけど、まあ、あのどこでも働きるようにできる選択肢を持つっていう働く時間と場所の柔軟性を持つということがやっぱり女性のキャリアを後押しすることにつながるんだなと。 えー、いうことの一例となります。うんはいえー、では、仕事と、まあ、育児とかの両立支援について簡単に触れさせていただきたいと思います。NTT グループ、まあ、育児を支援する制度って割合昔から充実をしています。働く女性としてはあのかなり手厚い仕組みだと思います。育児給食は まあ3年間可能ですし、えー、短時間勤務も子どもは小学校3年生まで可能なんですね、えー、それにまあフレックスタイム制とかリモートワークの制度も使えるようになっています、まあ、仕組みとしては整っていますでも今現在力を入れているのは男性の育休取得ですこちらはあの男性育休の取得推進に向けてえこんな取り組みも始まっていますというご紹介なんですけども NTT コミュニケーションズではあの育パパ級としてこう休み方をパターン化をして男性の育児休職休暇取得を推奨しています。パターン化をしているパターンがここに書いてあるんですけども例えば育児に専念するパターンだったら4週間べったり休む2週間べったり休んでいただくみたいなパターンもあればちょっと仕事と両立しながら育児に参画をしたい。 という場合は週に2日の休暇を4週間続けるとか週1回半日の休暇を4週間続けるとか毎日時間帯の休暇で4週間続けるとかそれぞれの家族の状況に応じて少しパターン化をしていくパパ休という名目で今までの制度を何にも変えてないんですけれども取り方のパターン化を示して取得推進を図っているという事例です。 えー、これ狙いは3つほどありまして、まあ、明確に会社として男性の育休習得を推奨してますよというメッセージが、これで明確に伝わっていきますので、まあ、ちょっと取りにくいなという雰囲気を払拭するという狙いがまあ1つ目で、もう2つ目は、パートナーの妊娠が分かった段階で、どういう育児参画の仕方が自分たちに合っているのかというのを考えやすくしてもらう。 するというこれが2つ目の狙いですそして3つ目これが一番大事なんですけれども早い段階で、えー、私はこういう休み方をしますっていうことを上司とかメンバーに共有をしてもらうことでまあ、仕事の割り振りとかチームとして準備が、えー、事前にできるようになるという効果がありますまあ、これ一つの制度を変えずに運動論としてこういうことをやることによって男性の育休 取得を、えーまあ、100化を目指したいいいいなととうううふうに思っているという事例です、えー、それ以外、あの両立支の仕組み、あの積極的な育児参加を進めるガイドラインを作ったりですとか、プレママ、プレパパのセミナーとか、リアルワーママ、ワーパパみたいなことで、少しリアルを語ってもらう場作りですとか、えー、悩みや経験を男女問わずシェアするようなセミナーを開催をしています。 保育所、託児所などもまだ限定的ではありますけれども、整備をしております。こうした支援の仕組み、あのウェブとか紙などの媒体で広めて普及に努めているという状況です。はいえー、では、残り2テーマ、少しあのピッチを上げていきたいと思いますけれども、5番目のテーマ、ワークスタイル変革についてです。えー、こちら、昨年、あの 新たな経営スタイルと同じタイミングで発表した NTT はリモートワークを今後も実践しますよということでいや19万人をリモートワーク基本で働くんだみたいなことが、まあ、あの少し反響をいただいたかなと思うんですけれども、えー、そんな宣言をあの去年させていただきました、えー、なんでかっていうと、まあ、ライフスタイルとして個人がもうデジタルサービス に馴染んできていいるということとうこ社会基盤としてもオンライン化やデジタル化加速をしていく必要がありますよねということでやっぱり NTT グループとしては、えー、ワークスタイルをリモートワークを基本に据えることであるいはリモートワークを少しでも実践できる職場を増やしていくことで、えー、この日本の、えー、社会基盤をオンライン化とかデジタル化 につなげていくような貢献をしていこうじゃないかというそういう思いがあって宣言をさせていただきました。えー、とこちらは昨年度のリモートワークの実施率です。えー、これはですね、オフィスワーカーを中心にしたあのリモートワークの実施率ですので会社別にちょっとばらつきありますけれども平均すると7割強のリモートワークの実施率になっています。えー でもまだエンティティグループ19万人国内にいる中でリモートワークをあのできない職場もかなりあるのも現実です。なのでこれはオフィスワーカーだけの数字ということでご理解をください、まあ、そうは言ってもリモートワークはただ働く場所をオフィスから自宅に移せばいいというものではないというのがこの2年間でよく分かってきました。 リモートワークの製品を分けることとしていくつか挙げさせていただいています。まずは IT 環境。えー、これクラウドベース、ゼロトラストベースで構築することが大事だと思います。そしてコミュニケーションですね。これ、オープンなコミュニケーションにしていくことが大事です。そしあのこの辺、ちょっと後ほど補足させていただきます。えー、離れて仕事をしていますので、まあ、誰もがやっぱり発信者になって、 言葉で考えていること、思っていることを発信していく必要があるという、あとコミュニケーションの仕方もいろいろティップスがありますとで。マネジメントは、より対話を重視したワンオンワンミーティングなどもありますけれども、対話型のマネジメントに移行し、そして何よりも大事なのは情報とプロセスの、まあ、見えるか、それから共有か、まあ、形式地下とかオープン化とかそういうことでもありますけど、こういったことがあのセットで 変わっってていいくこととが大事だと思っています IT 環境はですね、あのまあ、こちら、非常に実はベー,スベーシックに大事なことでして、これは NT コミュニケーションズの例ですけれども、あの以前は業務用端末で新クライアントだったんですね、非常に使い勝手が、まあ、遅いとかですね、いうクレームがだいぶあって、あとコミュニケーションツールも結構バラバラでした。それをあのセキュアド PC といっても セキュリティとリモートの利便性をまあ両立したあの独自開発の PC なんですけどもそちらに変更しコミュニケーションツールも NTT グループの中はマイクロソフトを使っているところが多いですけども Teams 等に、まあ、O365 等に統一をしてきたと、まあ、Google を使っている会社もあるでしょうし Slack を別にしている会社もあると思いますのでここはあの何でもいいと思うんですけども、えー コミュニケーションツーールも大事だという,ふうなお話ですで、まあ、コミュニケーションや情報共有の仕方についてはあのやっぱり Tips をまとめて、えー、共有をしています。これは n t t コミュニケーションズの例ですけれども、えー、例えば動機を取って、えー、行うコミュニケーションオンライン会議とか打ち合わせとかですねこれはカメラはできるだけ音が 推奨ですよとか1人でもリモートで入っている人がいたら全員一応リモートツールにはアクセスをして同じプラットフォーム上で議論をしようねとかそういうまあリモートで入っている人が疎外感を感じないとかアウェイ感を感じないそういう工夫が必要だという意味でこういうことを推奨させていただいています逆に動機を取らなくていいコミュニケーションはグループチャット とかスラックで言えばチャンネルみたいなものですけれどもできるだけこういう大勢が入った、まあ、メンバー間で共有できるような場で、えー、コミュニケーションをすることを、えー、推奨しています直接自分に関係ない話題でも時間がある時にちょっと見てあこんなことは会話されたのねみたいなことを分かって 安心感を得るとといいうこともあありりりまますし情報から取り残されななそんな効果がありますで IT システムもできるだけフル活用すべきで、まあ、リアルタイムに同じドキュメントを編集するとか、えー、リモート会議やりながらあのテキストを起こしてくるツールもありますので、えー、会議終わったと同時に、えー、議事録ができてるとかそういう やり方を推奨してたり、まあ、リモートワークが苦手とする雑談とかも、えー、リモートでもそんな時間を意識的に作っていきましょうねみたいなことを、えー、文化として定着をさせていたきたくてこういうことを明文化をしています、えー、またリモートワークだと対応しづらいと言われる、まあ、新入社員とか新メンバーをどう迎えたらいいのかっていうことも実は Tips をまとめていまして 例えば新入社員が入ってくる前にちゃんとその人をどう支援するかをチーム内で合意を取っておきましょうねとかトレーナー、メンターはサインしておきましょうねとか配属されたら、まあ、チームの目標とかビジョンとかを共有するだけじゃなくて、まあ、歓迎会をリモートでやったりえチームのメンバーチーンとワンオンワンでミーティングをしたり、えー、そんなことを推奨しています。 で定常状態になったら定期的に新メンバーの成果をみんなで共有をしたり、えー、そんな、まあ、ウィンセッションみたいなやつですね、えー、雑談の場を意識的に設定したりというこういうことを、まあ、リモート環境下でも新しいメンバーが早くチームに馴染んで、えー、素早く力を発揮してもらえるようなそんな具体的なアクションをまとめております。 え細かいんですけどもこういった一個一個の積み重ねが実はリモートワークで疎外感を感じない孤立感を感じないえ生産性が落ちないための非常に大事なその他ですね、まあ、自宅の環境様々ですのでえ自宅の環境があんまり良くないとか自宅だと集中しづらいとか出先から帰りにちょっと寄りたいとか。 そんな方のためにサテライトオフィスも、えー、だいぶ整備をしてきました、えー。自社の局者を利用しているパターンもあれば、他社さんを利用させていただいているものもございます。えー、で、まあ、コロナにの感染拡大に対応する形で、まあ、リモートワークを進めてきたんですけれども、まあ、リモートワークを中心とするこうワークスタイルに変えていくことによる効果が 2、まあ、つあるなと実感してまして1つは社員の皆さんの目線で言うと、えー、ワークスタイル変革によってウェルビーイングの実現につながるっていうことですね一人一人の社員にとってのいい状態につながるっていうことですでもう一つは事業の視点から見るとワークスタイル変革はプロセスを変える DX を進ませることにもつながりますしその先には経営をデータドリブンでできるようになる とといいうことが待ってるかなと思います、えー、ウェルビーイングの実現につながるというのはもう先ほどお話しした女性活躍の事例でももうあの明確なんですけれども、まあ、育児フェーズにもフルタイムで働けるとか介護で実家に戻っても勤務,でき勤務を継続できるとか単身赴任とか転居をせずに、えー、首都圏のあるいは地方の、えー、業務やプロジェクトに参画できるとか。 そういいったことでで多様なな社員がが力をを発揮ききるそんな機会が拡大をしていきますそうすると成長実感も大きくなっていきますし、えー、ライフ全体の充実につながっていくのでウェルビーイングにつながるというそんなメカニズムかなと思います、えー、事業の視点から言うとリモートワークをすることによって仕事のやり方コミュニケーションの仕方が変わります。 でリモートワークができるようにするために DX がやっぱり必ず必要になります。まあ、紙プロセスの電子化もだいぶ進みました、えー。標準化して自動化するみたいなこともだいぶ進んできたと思います。で、この先には、えー、データでいろんなことが見えるようになる経営が、えー、待っててくれるというふうに信じています。えーまあ、リモートワークができる、あのー 職場を増やそうということで、DX を進めてきた事例を簡単に2つご紹介したいと思います。1つはコンタクトセンター、えーまあ、コールセンターですね。コールセンターってもうあのリモートワークに向かない業務の,あの最たるものの1つだと思うんですけど、これも在宅でできるように、えー、しようという取り組みが進んできてていますお客様にもソリューションとしし提供しています。 えクラウド型の PBX とか CTI を使ってこうコールを振り分けて、えーで、セキュリティを強化した、あのー、形で対応する、えー、仕組みを取り入れたということですね。でもう一つ、これは進行形なので、あのー、現在まだ、あのー、作っているところですけれども、まあ、通信設備の保守とか点検の仕事も現地に行かなきゃできないみたいな。 仕事の最たるものなんですけれども、これもまあデータを自動収集するとか、えー、自動判定の AI を入れていくとかいうことで、そもそも人が行かなくてて済むよよううにすする工夫をえしようとしといますそういうことで、えー今、今までエッセンシャルワークと言われていた仕事も、リモートワークでもできる、リモートと組み合わせてできるということにシフトしようとしております。 はい、最後になります。えー、こちらあの、7月に発表をさし実施をさせていただきました、居住地選択の自由です。あのコロナ禍の中で、えー、リモートワークに関わる制度をだいぶ見直してきたんですね、えー。回数の上限を撤廃したり、定期代を払わずにも実費で通勤費を支給するようにしたり、リモートワーク手当を払ったり。 えー、コアタイムをなくしたフレックスタイム性を入れたりというこういった制度見直しをやってきたおかげで時間と場所にとらわれない働き方はだいぶ実現したと思います。で、さらに踏み込んで住む場所居住地の自由をしようというのがこの,今年あの取り入れたリモートスタンダードの制度です。えー、リモートワークをデフォルトにして、まあ、住むところはどこでもいいよと。 で出社が必要な時もあも当然あるし、出社の方が効率的な業務もありますので、その時はあはオフィスに出てきて、あのその場合は旅費を支給しますと。で最初は、まあ、先ほどお見せしたリモートワークが7割以上できるという仕事に限って、それが3万人ということなんですけれども、えー、スタートをしております。えー、こちらが6月24日の ニューーススリリースでございます、えー、居住地選択の,あの自由ですね、今まではおおむね片道2時間以内で通える範囲に住んでくださいというのが決まりでした。なので遠隔地に移動する場合は、えー、家族一緒に転居するとか単身赴任で行くとかそういうことが必要だったんですけれども、えー、リモートスタンダード の組織であれば、えー、居住地どこでもいいですよとで必要な時はあのー、飛行機代も新幹線代も出しますとなので単身赴任をしなくてもいいし、えー、転勤で引っ越さなくてもいいですということですねなので通勤できるかどうかみたいなことは考えずに、えー、例えば家賃が安いところに住む子育てしやすいところに住む親の近くにいて介護を をしながら住む、えー、そんなことが、えー、これからできるようになってまいります。えー、これもは先ほどお話した社員のウェルビーングにつながる施策の一つですね。でよくあのだいぶ実はあの公式な発表前から反響をいただいていて、だいぶあのご質問いただくことが多いのがこういったことなんですね。でよくあのリモートスタンダードって言葉がちょっと良くないのかもしれないんですけども。 えー、フルリモートだと問題じゃないですかって言われるんですがフルリモートなわけじゃないですとフルリモートを想定してなくて、えー、あくまでもリモートと出社とのハイブリッド、まあ、リモートワーク70%ぐらいできればいいかなっていうそういう、あのー、ことを想定していますなので社員の皆さん自身が選択の幅が広がったっていう、まあ、そういうことだというふうに受け取っていただきたいと思います。で まあ先ほどエンティティグループ33万人国内19万人なんですけど、まあ、たった3万人しかまだ対象じゃないんですねっていう、はい、まだたった3万人なんですけれども先ほど申し上げましたように DX を進めつつ、うん、えこの対象になる人を拡大していきたいというふうに思っています。あとうがった見方をされてこうコスト削減なんじゃないかって言われるんですけどコスト削減になるかどうかはちょっとまだよく分かりませんと。 あのこれから少しデータをあの追っていきたいと思っています。でも目的はコストカットじゃなくて、社員の皆さんの居住地選択、働き方の選択肢を増やすということがあくまでも目的です。で新人の教育、難しいんじゃないとで、リモートでも十分サポートできることもありますけれども、えー、必要なときはやっぱり出社をして、えー、ちゃんと教育してくださいねっていうことを言っています。はい ですね。で、最近よく聞かれるのは効果はどうですよ。まあまだ1ヶ月ですので、なのでそんなあの目立った効果というわけではないんですけれども、なのであのみんなが好きなところに引っ越しし始めたかっていうとまだそういう動きにはなってないです、えー。様子見の方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。でもこの先、例えば子どもさんの学校のタイミングですとか、えー、パートナー配偶者の 状況だとか、家族の状況、親の状況に合わせて住むところの選択肢が増えたんだ。っていうことは、社員の皆さんにとってやっぱり大きなメッセージかなと思います。一つだけ効果として、あの今ご紹介できるのは単身赴任者が若干減りました。あの6月まで実はこの首都圏のとか、大阪の本社系の組織で1500人単身赴任者いたんです。けれども7月になってから。 200人ぐぐららいい減ったんでですすねままああ14%これは本来であれば、えー、単身移動に伴う、まあ、本社に移転する時移転じゃない転勤する時に単身赴任で来なきゃいけなかった人が単身赴任を選択しなくて、えー、居住地を要は変更せずに本社勤務をしているパターンもあれば今まで単身赴任だったんだけどもう解消しようって言って自宅に戻られたっていう方も混ざって 今後でもやっぱ単身赴任ってやっぱりあの負担な仕組みだと思いますので、えー、なるべく解消していきたいと思っていますし住むところに住んで住みたいところに住んでいいんだよっていうことをこれから後押しをしていきたいと思います、うんえー。こういうことがどんどん進んでいくとですねあの地方の活性化にもつながるじゃないですかみたいなご期待の声もあの自治体さんからいただいたりもしていますので。 えー、皆さんが住みたいところに住むことができるように、えー、後押しをしていきたいなと思っています。6、はい、テーマ、ちょっと、あのー、お腹いっぱいな感じですけれども、えー、最後に、あのー、ラップアップです。えー、私たち、まあ、人事部門として目指す姿ですね、あのー、なんといっても私たちの会社、競争力の源泉は人なんです。 なので、社員の皆さんが成長することで事業が成長し、その事業が成長することで、またそれが次なる社員の皆さんの成長機会につながる、この好循環が回っていくことを私たちとしては目指したいと思っています。この好循環が回っている状態が、エ、まあ、ンゲージメントが高い状態といえると思います。で今日あのご紹介させていただいたジョブ型ですとか、専門性を高める人事制度。 多様性の確保リモートワークを基本とする柔軟な働き方こういうことであの社員の皆さんの成長につながる側面もあれば事業の成長につながる効果もあります、えー、社員の皆さんには脱年功によるチャレンジ機会が拡大したと思っていただきたいですし、えー、成長実感もあれば働きがいもある仕組みに変わって変えていきたいですし会社にとっては やっぱり適所適材で戦略の実行力を高める、えー、文化の時代に対応した新たな活造ができるようになっていく、そんな効果をこういう仕組み、相互にいろいろ関係してるんですけどあの、サインの成長にも事業の成長にもつながる仕組みになってほしいなと思っております。はいえー、長くなりましたあの、ご清聴どうもありがとうございました。 えっと、それではまずあの、私の方から何点かお聞きしたいんですけど、あの、おかげさまで、こう、いろんなその論点が、やはりかなり密接につながってるっていうのが、あの、今のお話でえ分かったんですけども、その上でちょっとお聞きしたいのは、要するにこれから転勤はどうなっていくんですか、うん、はい。本来その、 リモートもそう、完璧にそのリモートをみんなやってねって行けば行くほど転勤が必要になくなるはずですし、それからそもそも、そもそもジョブ型で行くっていうんだったら、転勤っていうのはそもそもありえない話ですよね。うん、あの、欧米で転勤ってありますかありえない話ですよね。日本だけ奴隷のようにお前あっち行け、こっち行けって会社が <laughs> はい、もう家族を引き離すようなことを命じるわけですよねだからその2つの意味で要するに NTT はこれから転勤どうしようとしてるの,、うん、あの転勤は基本的には少なくしていきたい、まあ、要は転居するような転勤はな,うん、うん、なるべくなくしていきたいなと思ってますまあ根底にはですね会社と社員の関係性って変わってきてると思うんですね。 これまで会社が指定をする、会社が管理をする、勤務地も会社が、あまあ、勤務地に近いところに住むように、会社が指定する、事例書1枚どこでも行っていただく、そういう関係性だったと思うんですけど、あの、実はもう会社は選ばれる存在にもう変わってきていると思うんですね。要は社員が、社員の皆さんが会社を選ぶ時代になってきている。なので、 あの働き方の選択肢を増やすということはやっぱ社員の皆さんに選んでいただくための手段の一つ取るべきあの戦略の一つだと思っています、うん、なので人事異動という意味での人事異動はなくならないと思いますあ,のこある意味日本型のジョブ型ですので雇用は保証しています あの近,い場所へ近い場所というか、転居をしない範囲での仕事の変更という意味での人事異動はあると思いますけれども、な<る>転居はなるべくしなくていいようにはしていきたいなと、うん、でもゼロになるかといったら、なななんいいと思いますなるほど、はい、あの例えば営業の拠点長とかですね、うん、そこにいないと仕事ないですよね、みたいな、うん、あの地元の皆さんとのつながりもありますし。なので なくならないと思いますけども、選択肢として住むところはあの、社員の皆さんの判断でいいですよという方向感にしていきたいなと思ってます。まだまだそうじゃない仕事が多いのも現実ですので、DX をもっとちゃんとやっていかなきゃいけない、もっともっとやっていかなきゃいけないと思ってますけども。なるほど。はい、今あの、転勤と合わせて、今、移動のこともおっしゃったんですけども、あの要するに、 やっぱり定期移動はこれからもあると。あります。つまり本来ジョブ型っていうのはこの世界に定期移動なんていうものはそもそもありえなくって要するにどっかのポストが空いたら、うん、はいそのポストになりたい人、うん、つきたい人手を挙げてくださいって手あげで手を挙げてもらってオーディションやってでそこが埋まったら、うんはい、じゃあそれで空いたポストじゃあそこ誰が行きますかって一、うん、つ一つ埋めていく順繰りに埋めていく。 っってていうのであってみんな一斉に「はい」だっと動くなんていう <laughs> そういうのはう、ね、あ,あ,のありえないんだけどそれはやっぱりこれからもあると。なぜならあのさっきのジョブ型ではあの人事異動はありえないですよねっていうのはやっぱり終身雇用じゃない仕組みだから可能なんですよね。うんうん、要はエグジットをちゃんとさせる 社内の候補者、社外の候補者から最適な人をそこにアサインする仕組みだと思うんですけど、うんまあ、雇用を保,保証した上でのジョブ型ですので、うん、結構あのチャレンジな仕組みではあるんですけれども、えー、社内外、最適な人をアサインするための人事異動それが1つの時期に集中するということはやっぱりなかなかなくならないだろうなと思って。 ただ、手上げ制であのポストを、まあ、あの募集して、人に手を挙げて、やりたい人、やる気がある人に手を挙げてもらって、えー、人を決めていくやり方も、今現在も導入していますし、そういうあり方ももっと広げていきたいと思っているんですね、はいあの。自分のキャリアは自分が作るっていう意識にどんどんこう変更していきたいので、そういう意味では。 手を挙げて自分がそのポストをつかみ取っていくっていう機会はもっと拡大していきたいと思います。はい、それからあともう一点だけです。あのー、えっとジョブとメンバーシップのところの話で今とにかく管理職は基本ジョブをにしようとしてると、うん、で一般職はメンバーシップであると。でそのメンバーシップのところその一般職はメンバーシップであのー とにかく仕事を覚えてもらうんだけど、そこはジェネラリストじゃなくて、専門性を高めるための、その、移動をするんだっていうお話でしたけど、あの、もともと多くの専門家の人たちは、日本のメンバーシップと、ジョブ、どううまく、こう、リンケージさせるんだと。それは、やはり、日本はやっぱり新卒一括採用で、ジョブとか行ったって、その、専門性を持った社員がもともと入ってないわけだから、 それはやっぱり最初はメンバーシップでたらい回しで、まあ、いろんな仕事を覚えてもらってで管理職とかある一定の年次になったらそれは専門性発揮してジョブで頑張ってくれよってそれがいいんじゃないかって、まあ、いろんな人が言われてるわけですねだからそういう意味では NTT そういうその理想の姿っていうかうまいそのパッケージングを今あのやってるのかもしれませんけどその問題はその一般職のその 人たち、メンバーシップの人たちのその移動のあり方。つまりメ、メンバーシップの移動のあり方っていうのは、つまり、たらい回しなんですよね。うん、つまり、いろんなことを経験しないとわからんだろうと、その人が何ができるのか。営業やったり、企画やったり、人事やったり、いろいろやってみて、初めて、ああ、自分はこれが合ってるんだ。とか、自分が本来やりたかったことが、実は全然自分には合ってなかったんだ。 っていうのが分かったりするとだからそういう意味ではもう,もう本当に会社がいろんなことたらい回しにするっていうのがメンバーシップの典型的な移動の在り方なんだけど NTT の場合はそういうそのジェネラリストっていうかそういうのではなくって専門性を高めてもらうための一般職のそのメンバーシップの移動っていうのはそれはどういうイメージなんですか 本日も結構広いんですねんなのでその中での専門性を高めるための移動はやっぱりあると思います。同じ営業でもお客様のところに直接行くあの法人のお客様向けの営業もあればそのバックヤードの仕事もあればあるいはデジタルをより活用したデジタルマーケティングみたいな仕事もあれば一つの,あの専門分野でもやっぱり幅があります。でそのの中での人事異動は ありますしそういった意味でいろんな業務を経験をしながら、えー、専門性を高めてもらうための、えー、サポートをしていくというふうに考えてますで全然関係ない分野にあの移動させるっていうのはさすがになくなってくるだろうと思ってますただし社員最初に入ってやっぱ数年わからないだろうなというのは現実だと思いますので、うん、一旦仮セットで専門 決めて決めまあ、仕事についていただきますけども、うん、なんか違うなと思ったらやっぱり変更できるようにしていく運用かなと思っています。で自分が思ってるやりたいことと適正本当の適性は違うことも結構ありますので。でね、はい そうですまあ最初の何年かはやっぱりキャリアを形成し,していくためのこうサポートをきちんとしていかないといけないかなと思ってます。はい、はい。ありがとうございました。えー、っと、それではあの質問をお受けしたいんですけども、会場で聞きになりたい方、どうぞ。えっと、じゃあ、すみません。えっと、今お聞きになりたい方、会場でお聞きになりたい方、今手を挙げていただけますか。じゃあ、今お二方だけですね。 じゃあ,あの今、お二方にあのあの質問していただいて、あとその後そのリモートの方に移ります。ではどうぞ。個人会員の川北ですあの。非常に興味のある話をあり,たありがとうございましたあの。例えばですね、専門性をた、まあ、一般社員の場合、専門性を高める、管理職の場合は、ジョブ型ですか、職務型とはまた違うんですかね。 えーまあ、ジョブ型とということでそうすると一般、私の、まあ、イメージちょっと古いのかもしれませんが、専門性を高めるとかね、あるいはジョブ型、職務型っていうのを突き詰めていくと、そういう人たちはですね、LINE、えー、の管理職ポストにはなかなか行けないで、えー、スタッフ部門の専門職になっていくようなイメージを持っているんですが、その捉え方は間違いですか。 あともう一つ、えー、っとあの女性の育児とお仕事を,を両立するためのです、ね、制度、NTT は昔から充実していると。で、えー、ただし、仕組みとしては整っているという言い方をされたんですよね。そうすると、この言い方は、実はそうするとね、仕組みは整っているけれども、実はそれは実際にあまり機能してないんだというふうに私は受け取りましたが、 それは山本さんご自身が経験されたことなんでしょうか。あのこういう個人的なことを聞くのはねあの、日本国憲法で保障されたプライバシーの権利を侵害することになるかもしれないし、いあの最近のアメリカでの言い方でいえば、ポリティカに,にコレクトではないということになるかもしれないので、もし答えたくなければ答えていただかなくても結構です。はい、あのまず、ありがとうございます。1点目ですけれども、 えっと専門を極めた上での,あの管理職になってからはやっぱその基本的にはその分野のマネジメントになっていくんだと思っています。はいまあ、なんちょっと LINE という言い方をどういうふうにあの理解するかですがあの専門の分野ごとの、まあ、管理職 のイメージですねでそれをまたコーポレートの機能もありますのでそこからコーポレートの管理職に、えー、転換いただいたりとか、えー、そちらと行ったり来たりしていただくような人は出てくると思いますはい、はい、そうです LINE の部門での管理職をイメージしております で2点目は制度は整ってますと申し上げましたあのまず最初の心はですねあの女性のを守ることはだいぶしてきましたでも本当に活躍を推進し活躍サポートしてきたかというとそうではないかもしれないと思ってましてそれ,はそれがなので今の女性の管理職比率の低さに表れている。で実際に 女性の皆さんの、まあ、一般社員の中でのこう今はまだあの社員資格があるんですけれども社員資格でいうと女性の皆さんは5段階ある中の下から2つ目の資格のところに最多数の層がいます男性の場合は上から2つ目のところに多数の層がいます 要はあの制度として手厚くあのサポートはしてきたんですけれども管理者を目指してもらうための、えー、サポートは足りてきてなかったという意味で制度は整ってますというふうに申し上げましたはいで実は私は独身なのであのどっちかっていうとあの女性の皆さんの応援をしたい立場で、えー いろんな仕組みを考えさせていただいておりますので、えー、そういう意味では実感、実体験に基づいたことという。お話では、あの、できてないのが状況です。それでは、次の方、お願いします。えー、私、個人会員の小林と申します。えー、二点を教えてください。 まず1点目はですねえ、仮に、あの、社長からですね、山本さん、これでね、うちの社風はどんなに変わるのかな、ね、というご質問が出たかもしれませんけれども、今の社風、いや、これまでの社風はこうであったけれども、うん、こういうふうに変わりますということがあれば教えていただきたい。第2点はですね、 女性の問題なんですけれども、まあ、リモートっていうのはこれが大変重要な役割を果たすということはよく分かりました、えー。その関連なんですけれども、えー、ちょっと離れるかもしれませんが、日本の生産性がものすごく海外に比べて、まあ、劣化を、まあ、非常に低いわけですね。この1つの原因が、えー、女性の活躍が不十分であると。 女性の登用は不十分であるということだと思うんですけれども、それでは MTT さんはこれで、これだけ生産性が上がっていくか、女性をこれだけ、うんと、プロモットしていけばですね、これだけ上がりますよと、いうふうにですね、社長に説明されているのか、その辺りちょっと教えてください。 本当に難しい質問ありがとうございます。えっと1つ目のあの社風というかカルチャーですね。あの今がそうでないとは言わないんですけれどもよりオープンなカルチャーにしていきたいと思ってます、はい。オープンでやっぱり多様なカルチャーにしていきたいかなと。 それによってやっぱりイノベーションも生まれてきますし、同質な世界ではない、えー、もっとオープンに立場も、えー、役職も職種も超えてあのオープンにコミュニケーションできる場がもっと増えていけばいいなと思ってますし、そういう雰囲気に社風になっていけばいいかなと思っています。で、2つ目は、うん、あの、 労働生産性はやっぱり上げていかなきゃいけないと思ってます。ただ。あの。計測が非常に難しいです。で、このリモートワークになったから、これだけの生産性があれ、上がりましたっていう数字を。どういうふうに見せていったらいいのかというのを非常に悩んでいます。 で一つは1、まあ、人当たりの営業利益が落ちてないか上がっちゃんと上がってるのかみたいなことなんですけれどもそれってでも別の要因もたくさん絡みますので <laughs> 因果関係が不明になることが多いんですねでしかもそれを組織単位にこう測っていこうとするとより難しくなりましてなので生産性が上がるんだねって いう質問に対しては上げたいと思っています上げて上げたいという風うにコミットしていきたいんですけれどもどうやって計測していこうかなというなどいろんなデータをやっぱり取っていかなきゃいけないかなと思っていますそれは時間外労働の数だったりすることもあれば、えー、人件費全体のこともあれば一人当たりの、えー、営業利益収益みたいな ことかもししれないですしあるいは、うん、そうですね、人件費と収益の関係性とか、まあ、いくつかの,あのデータを追いかけていって、リモートワークの、まあ、生産性に対するこう貢献度合いを、うんまあ、定量的に把握をしていきたいなというふうに思っています。非常にでも はいあの。すいません。なんか、歯切れが悪い、あの、答えで申し訳ありません。はい。ありがとうございます。それでは、はい、あの、次、えっと、リモートで2つ、あの、お二方から質問いただいています。はい、まず、日経新聞、水野さんからです。えー、リモートワークに関する質問です。出社して自分の席に座っていると、黙っていても、例えば、斜め前の人が電話をかけているときの話し方や、 話の切り出し方が自然に耳に入ってきて、そうか、電話はこうかけるんだな、と分かるとか、また先輩社員が怒られているのが目に入り、何を言われているかも自然に耳に入ってきて、そうか、そういうやり方はまずいんだな、と理解できるとか、あると思うんです。リモートですと、そうしたとりわけ、若手にとっての教育訓練上の利点がないと思うんですが、どのようにお考えでしょうかはい、ありがとうございます。 あの対面のコミュニケーションでしか体感できないものは確かにあると思います。うんうん、そこは対面であの教育を一定期間やっぱりすべきだと思っています。うん、ですけれどもあのリモートで全く不可能かというとリモートで保管できることも結構あると思います。うん、あの別にに先輩を怒られる姿を目に しなくてもですね適切な上司からのフィードバックあるいは情報共有をメンバー全員にすることあるいは新人のサポートのためにあのメンターや上司がきちんと対話をすることでかなりの部分カバーできると思いますしあの対面でしかできないことは対面で。 やるべきだと思いますけれどもさっきの電話のかけ方みたいなのは本当にちょっと見て学ぶみたいなあのことかもしれませんけれども <laughs> あの実は電話じゃない仕事のところはリモートでも十分サポート可能ですし、えー、リモートのコミュニケーションの中でも工夫をすることによって新人の皆さんが、えー、成長する機会を失わないような あの工夫は十分可能だと思っていますそれがあのやっていかなきゃいけない工夫だと思いますしそれがさっきお話ししたあのオフィスの仕事をそのままリモート自宅に持っていけばいい成功するわけじゃないといったそのところなんですねリモートならリモートならではのコミュニケーションの仕方、えー、マネジメントの仕方があるというふうに思っています。それに関連して あの、ちょっとお聞きしたいのは、要するにその、こういうこ仕事はこういうふうにやらなければいけないっていうのは、うんうん、まあ、それは対面じゃなくっても、いろいろそのリモートでも教えてもらえるかもしれないし、こういうことをやったらこう怒られるんだよっていうのは、それはあの、リモートでも教えてもらえるのかもしれませんけど、やっぱりちょっと危惧するのは、そういうものは必要ないと言われれば、もう必要ないのかもしれませんが、つまり、こう、空気を読むみたいなね。うん その職場で、うん、その組織、うん、集団の中で、そのそれぞれの人が怒られたり、その、例えば電話の、出すときの、電話で話すときの声の、その潜め方一つ、いろんな、つまりいろんなことから、その、その場の、こう、処し方とか空気感みたいな、うんうん、そういう、この、あの、なかなか理屈として、 ルールとしてこう書き出せない何かそういうものっていうのをなんかみんなその職場で少し少しそれをこう身につけていってそれがなんかこう集まっていくとなんか社風みたいになったりするのかもしれませんけど、うんうん、なんかそういうところの何かこう社のカラーとかその雰囲気とか、うん、なんかそういうものは 結局一人一人もどんどん因数分解されていって、なんかそういう。共有的なものっていうのは、つまりもう。会社からはなくなるのかなっていう、なんか。うん、今ちょっとそういうイメージを受けたんですけど、違いますかね。あの。空気を読まないと仕事ができない。というのは。変えていかなきゃいけないんだと思うんですね。なるほど。でも、あの、共有すべき空気感みたいなのは。 文化とか大事にしたいカルチャーみたいなのは、それはそれであると思うんです。うん、なので、両面ありますよね。だけど、その空気を読まない、読んで仕事をするっていうのは、日本企業の典型的な <laughs> あの仕事感、<laughs> 仕事のスタイルだと思ってますが、うんそれが、プラスに働くときはいいんですけど、それが逆に、その、 評価とかキャリアとか仕事の成果の面でマイナスに働くのであればやっぱりそこは変えていかなきゃいけないと思うんですね。グローバルのメンバーと仕事をしていく時にも空気読めよとはやっぱり言えないんですよ。<laughs> あのやっぱり伝えるべきことは文字にし言葉にして伝えないとやっぱり伝わらないんですあの。分かってくれるだろうというのは日本人の間では OK かもしれませんけれども 海外のメンバーとは、それは期待できないですけれど、できないことが多いです。だけど、同じ価値観をやっぱり共有して仕事をしていきたいので、なので、文字にして伝えていくことを、まあ、言葉にして伝えていく、あらゆる形で伝えていく努力を、やっぱりしていかなきゃいけないと思うんですね。これ、最後です。えー、っと、時事通信の はい、OB で、え時、ー、事総研役員研究員の堀さんです。えー、極端なケースかもしれませんが、一般社員が磨いてきた専門性が、専門性が時代変化によって急速かつ全く陳腐化してしまった場合、どのような対応をされるのでしょうか。うん、例えばリカレントとか、というご質問です。はい。 あのこれもまといたご質問で本当にあ,のありがとうございます、えー。そういうことは往々にして起こると思います。あの事業のポートフォリオが変わっていくにつれもうこの分野こんなに専門家いらないんだけどみたいなことも出てくるだろうと思っています。その時にやっぱり会社としてはスキル転換をしてもらう支援をしていかなきゃいけないだろうなと。 思ってますあのまあ皆さんが目指したい専門性と会社が求める専門性のボリューム感が違うことだってありうるわけですよね。で時代によってあの今ご質問いただきましたように陳腐化したんでもうここそんなにいらないからっていう分野もあると思う出て,往々にして出てくると思うのでその時はやっぱり会社としてはこの分野にもっと専門家が必要なんで。 この分野にシフトしてほしいというメッセージとサポート施策をセットで提示するのかなと思っています、うんはい。ありがとうございます、えー。それではもう時間になりました。最後はあのいつもいただいています、その記号の紹介。ちょうど今最後にお話しいただいた内容と極めてリンクしているお言葉だと思いますが、あのじご自分でこれ読ま、 読まれてその心は <laughs> ありがとうございます。これ言葉に出しておっしゃっていただいたすか、はいはい。あの、人こそ競争力の源泉です。はい。で、その心はもうあえて<の> <laughs> いやもうこの心はですね、本当になんていうんですかね、技術もあの何もみんな人が考えるんですね。やっぱり人を大事にできる会社でありたいと思ってますし。うん 選んででもらえる会社でありたいと思ってますいません、つたない本当に話ばかりで、本当申し訳ありませんでした。いやいやあの特に最後のこの記号は、今日全体を通しての,その統一テーマですよね、多分ね。はい、いや、特許はどうもありがとうございました。えー、っと、今日お話しいただきましたのは、NTT 執行役員総務部門長の山本京子さんに。 NTT の人事改革についてお話しいただきました。今日はどうもありがとうございました。はい、どうも貴重な機会、どうもありがとうございました。